うおー、20秒でめっちゃ効く。はい、皆さんこんにちは、タートルです。皆さん腹筋するときって手はどこに置いてますか？ほとんどの方が後頭部に置いてるんではないでしょうか。腹筋の際に手の位置がすごく重要になってきます。手は重りになってますので、自分の力がないのに重くしてしまうと腹筋が全然鍛えられない、頭ばかり動かしてしまっているっていうやり方になってしまいます。そこで今回は中級者から上級者にシフトチェンジする際におすすめな腹筋方法を紹介していきます。たったの20秒です。3セット一緒に頑張っていくことでしっかり腹筋を使うことができてきます。基本的に手の位置は、初級者は腰から下に手を伸ばす、中級者は胴体部分に手を伸ばす、上級者は首から後ろに手を置く。そうすることで腹筋に加わる負荷を調整することができます。とってもお腹に効きやすく簡単なので一緒にチャレンジしてみましょう。それではいきます。手は胸でクロスをします。軽く胸に添える感じです。これで足を閉じて上体を起こします。ここで手、自分の胸をクックックッと押さえる感じで腹筋への負荷を加えていきます。お腹に力が入ったままで手で負荷が加わるのでお腹にすごく効きます。20秒キープなので20回胸を押さえてください。脇を締めて胸を押さえます。20秒いきましょう。それではいきます。スタート。1,2,3,4って感じで押さえてください。しっかり下向いて脇締めて押さえると効きます。はい、 OK。 結構効きますね。これ1秒で1回ではなく1秒で2回押してる感じです。20秒でも40回みたいなもんですね。あと2回頑張っていきましょう。いきます。スタート。1,2,3,4、こういう感じです。息をしっかり吐きながら自分で押さえて、OK。 効いてきた。あと1セットしっかり起きてね、いきましょう。ラストいきます。スタート。グッグッと押さえて、疲れてきてることを忘れてしっかり起き上がって、あー効く。うおぐわぐわー、うわー効いた。何回も体を起こすより効きましたよね。最後おまけを1個やっていきましょう。膝を抱えて下を向きながら体をグッと起こす感じで転がるだけです。これで腰のストレッチ、腹筋を使う感覚が身につきますんで最後にやっていきましょう。20秒転がるだけいきましょう。スタート。これがね、うまく転がれないよっていう人はね、腹筋がちょっと弱いのと腰が硬いので、これをやらないとお腹がへこむ姿勢が手に入りません。はい、OK。お疲れ様でした。今回の腹筋中に手で胸を押さえる腹筋、これが中級者から上級者に移る時の腹筋方法です。動く腹筋っていうのは瞬発的に力をキュッと入れないといけないので、男性には向いてるんですが、女性はあまりクッと動かずに基本ゆっくり動くエクササイズを選ばないといけません。その中でしっかり呼吸がふーっと長く吐ける今回みたいな腹筋がおすすめです。頑張ってやってみたよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。